この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。攻略動画ではなく、実況動画です。下手くそなプレイが連発します。これらが無理な方は、ブラウザバックをおすすめします。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、エリッチです。ブラック実況第70回ということで、今回は、第4回魔獣ラッシュの方へ行っていきたいなと思います。で、今回は、ウーニャの方が生きてるので、そちらの方をね、倒して、ゲットしたいなと思いまして、現在、91体目。さっきね、ちょっとだけ残ってたので、これは動画にできないかなと思って、ちょっと倒しちゃったんですよね。なので、91体目で、ちょっと行きたいなと思います。正直言って今、眠いのよ。さてさて、最初はどこ行こうかな。行こうかな。1、2、3、4、5。微妙の。こういったら3連鎖はできるけど、痛い1、2、3。あ、全然違う。全然違う。待ってたとと違うとこ消えた。そうですね。1、2、3。ふむ、いい調子やな、じゃないかな。1、2。ごめんね、カナネ、ごめんね。シュートばっかし狙うな、お前は。違うな、違うな。どー行こうか。ちょっとこれは難しい。ですよね。ここはどこか。1、2、3。ああ、なんとかレーザー続いたけど。だからシュートばっか狙うなって。1、2、3、4。悪くないかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、ごめんなさい、くしゃみ出ました。1、2、3。こう。1、2、3、4。お、5連鎖。こう。1、2、3、4、5、6、7。あれ、うちのスキルいつの間にやってた。ごめーん。ビッグバン。1、2。マジでごめん。チャンスプレーも待っていた。
あ、それさっきのできたんやの。なんかボケてる、ほんと。あ、ごめんなさい、1個消すの忘れました。お前これで終わりかな。てか、なんで先にウィッチのスキルを使ったやろ。謎。しかも6連いったし。勝負あったな。オッケー。ちょっと待ってな。まあ、ちょっと時間もね短かったね。せっかくなんで92体目いきたいなと思いますけど、どうしよう。これこっちかな。こう。でこうかな。大いに折れる折れる。6連いった。チャンスピューは使った方がいいかもしれないね。泣くわこんな。しかも消すとこ間違えたし。ダメだ、今日の疲れが出てきてるわ。あかん。結構怖くて痛いね。ミニオンさんのスキルが上がった。違うよ、クルークですよね。ミニオンさんってあれ、あの名前ですよ、今ギルメにいる。あ、ごめんごめん、じゃがりこ動いた。あ、ドラゴンのスキル上がった。でこう。これめっちゃ割れたかな。でチコのスキル使いの、シュードのスキルを使いの。お前ここだから、え、さっきのリベンジですか。これで決まりだ。うん、まあそう、その試合のわけないよね、2回目だし。1 2 3 4 5
おお、いいねいいね、こういうスキル上がるんじゃないかな。来た、ミチルひどい。これで決まりだ。こうしたらおそらくルルーのスキルが上がるだろう。割れすぎだな。いいねいいね。お前が欲しい。よいしょ。あ、違う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 。こうこうこう。これで決まりだ。あとちょっと、マジでか。いやー、ほんとちょっとっすよ。ミリの体力じゃん。はい、終わり終わり。勝負あったな。93体目か。100いけるのかな。あとでちょっとツイッターでぶっつぶやいとこう。じゃあはい、ということで今回の、第4回マジルダッシュの方は以上に終わりたいなと思います。ということで次回リベンジマッチで天騎士ガチャ2回目いきたいなと思います。それとあとマルチの方もねちょっと募集してやりますんで、ツイッターの方は赤見ろ。スカイプね人がね来ないからね、そっちの方にね貼れないんだよね。まあそういうことです。だから今しばらくツイッターでなってるだけで、うん、そんなこと知る場合じゃない。うちはやることがいっぱいにあった。ということで次回天騎士ガチャとマルチクエスト第3弾 お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を聞いていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからよろしくお願いします。スマホ、タブレットなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。実写チャンネルニコニコ生放送の方も始めました。もしよかったらそちらの方もお願いします。実写チャンネル、チャンネル登録はこちらのボタンからお願いします。ほのぼのコミュニティは下の説明欄にあるリンクからコミュ参加の方よろしくお願いします。スマホ、タブレットなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。バイバイ。